え、ていうかさ、そうなの、みんなに聞いてほしいの。聞いてほしいんだよ。なんかね、まあ、わらわとさ、ベルはさ、ほぼ同期なわけじゃん。シーズン 2期生の第、わらわが2段、第3段でベルがデビューしたわけなんだけど、まあね、シーズンの2期メンバーで集まってるところにわらわ一瞬だけ顔出したことがあって、その時にね、ベルと話したことあったんじゃけど、その時はね、わらわのことね、鬼のお嬢ちゃんって呼んでたの。鬼のお嬢ちゃんって。わらわお嬢ちゃんって言われるような年でもないのにニコニコってしてたのよ。わらわもお嬢ちゃんとか、ニコニコみたいな。思ってたのに、いつの間にかわらわになっててさ、気づかない間に。気づかない間に。ね、あのね、力一のせいなの。力一のせい、絶対にそう。だってね、前もとも、わらわのこと、みこと様って呼んでたの。みこと様って。いつの間にか、あ、わらわさーって、わらわになってんの。完全に力一のせいだよ、これは。みんなどんどんわらわになってくの。でもね、わらわも、前元がわらわって言い始める頃には前元になってたから、わらわもともとケイスケって呼んでたの。前元のこと。呼んでたはずなのに、前元になっちゃった。前元になっちゃった。未だに前元もしっくりきてないし、ケイスケもしっくりきてないし、なんなんじゃろう。リキちゃんでも、みこすさん呼びじゃんね。いやでも、わらわの方が多い。多いよ。飲み会だとみこと様。多分ね、わらわだと伝わらない可能性があるところだと、そうかもしれん。おじさんでいいんじゃない?まだ若いからな、相当。まだ子供じゃから。前元は。うん。そう、もう2回目ぐらいには、おう、わらわだった。で、わらわもその頃には前元だった。ニコトママって呼ばれてるイメージあるんだよな。それはね、初期の頃に、リオンが呼んでた。リオンももうわらわだしね。仕方ない。だってみんなわらわって耳に馴染みすぎたんじゃよ。だって、わらわわらわって言うもん。一人称なんだもん。